超簡単な朝顔の折り方を詳しい解説入りのスロー再生でご紹介します。正方形の折り紙ならどれでも同じように折れますが、今回はオリジナルのグラデーション折り紙、一辺約95ミリのものを使用しています。こちらは説明欄の URL からダウンロードして A4 にプリントアウトしてご使用ください。折り紙1枚を白い方が見えるように裏返しに置きます。それを三角に折ります。一度開いたら90度回します。そしてもう一度三角に折ります。これを開いて表にします。今度は白い方が見えるように四角く折ります。一度開いて90度回し、同じように四角く折ります。端を持って真ん中に寄せます。飛び出した部分をそれぞれ左右に折ります。机の上に置いたら開く方に丸く切る線を描きます。この線に沿ってハサミで切り取ります。下の角の部分を1センチくらい折ります。鼻を上下に開き、開いたところを押さえます。花びらの横から指を入れ折りつぶします。その花びらを押さえて反対側の花びらも同じようにして折りつぶします。裏から見るとこうなっています。これで完成です。慣れてきたら一度に何枚か重ねてたくさん作りましょう。折り紙を重ねたら裏返しにし三角に折ります。一度開いて90度回したらもう一度三角に折ります。これを開いて裏返しにし四角く折ります。それを開いて90度向きを変えもう一度四角く折ります。両端を持ったら真ん中に寄せてきて飛び出た部分を左右に折ります。これを机の上に置いて開く方に切る線を描きます。線に沿って切るときはハサミの奥の方を使いましょう。ここまでは1枚で折るときと同じです。4枚重なっていますのでバラバラにします。そうしたら角のところを1センチくらい折って、上下に花びらを開き、それから左右の花びらを折りつぶします。折り曲げる大きさで花の大きさが変わります。4枚とも同じように折っていきます。この方法はたくさんの花を作るときに向いています。
できた花からナイロン袋などに入れて飾る時までしまっておきましょう。折り紙の大きさによって花の大きさが変わります。飾る場所に合わせて折り紙の大きさをお選びください。朝顔の葉っぱやつると組み合わせて飾りましょう。